はい、じゃあ今日も次の一手やっていきたいと思います。よろしくお願いします。局面としてはこちらが振り飛車穴熊、相手が飯島流引き角戦法かな、おそらく。で、じゃあ大駒の働きを見ていきましょう。まず飛車ですね。この飛車なんですけども、この歩を突くようじゃちょっと遅そうですね。こう突いていくとだいぶ時間がかかっちゃうので、これ遅そうな飛車なので、まあ、この場所にいるのがちょっとまずそうな感じですね。で、まあ、横利きは効いてるんですけども、どこから使うかっていうのがちょっと難しそうな飛車の状態。角に関しては、こっちに効いてますけども、まあ、今の状況ではやっぱり使えてないので、こっちにも効いてますね。今の状況には使えてないので、まあ、こっから、3七角とするのか、まあ2六角とするのか、まあ活用しないといけないっていう状況ですね。なので、まあこっちの飛車角はちょっと移動しないといけない、今のままでは使えてないっていう状況です。で、相手の飛車角を見ていきましょうか。まずはこの飛車ですね。まあ歩をついて、どんどん歩をついていけば早そうな感じはあります。なんで、この飛車よく効いてますね。で、相手の角は、飛車を睨んでますね、間接的に。まあ、歩を突いて、同銀とした時に、同飛と取れるので、結構働いてますね、この角。ちょっと、こちらとしては、この角をどうにかしないと、飛車が取られてしまうような状況ですね。で、戦況を見た時に、こちらの、振り飛車穴熊はだいぶ硬いですね。守備力は硬いです。で、お相手の、左美濃も守備力的にはすごい高いですね。で、玉頭から攻めるにしてもちょっと歩が進んでないので、あまり、玉頭から攻めれないし、まあ、横からの攻めに対しても、金、銀、4枚いますので、だいぶ相手の美濃囲い硬いですね。なので、ちょっと駒得をしないと戦えない状況じゃないかなとは思います。で、まあ状況的にはこの角がすごい飛車を睨んでるので、ちょっと角を消しに行きたいですね。で、悠長にこの角を3七角としても、歩を突かれてまずいと思うんですね。その3七角が何でもないような手なので、ここになれないですし。で、まあ、5九角から、2六角と出て、ちょっとこの角を消しに行くっていうのが正解なんじゃないかな。ちょっと正解見てみましょうか。2六角ですね。さすが。うん、そうですね。2六角、同角。まあこの2六歩っていう手が2七の、傷ができてしまうので、あまりしたくはない手ではありますね。で、まあ6五桂と飛ばれて、金出て。で、桂馬守られたんですけども、6七角打ちの、傷を防ぎに、6七歩と打ってますね。飛車先突かれて、同歩同飛っていう感じですか。まあ、この局面から、7八飛と寄って、飛車交換するのもいいかなとは思うんですけども、ただ相手の桂馬もしっかり使えてますからね。ここで飛車交換はあまりしない方がいいかもしれませんね。なんで、この局面で刺すとしたら僕は3五歩かなと思いますね。玉頭行きますよっていう、ちょっと難しいですね。まだまだ、互角の戦いっていう感じです。で、3七角に関しては、7六歩と突かれて、これが受けれないですね。同歩と取ったら、8八角となられて飛車が死んでしまうので、で、仮に7六銀と取っても7六同飛と取られて、同歩に対してはまた8八飛を取られて困っているので、この7六歩が取れない形ですね。で、7八飛とまあ粘るんですけども、まあこうなってしまうと駒損も激しいですし、こちらは横からも玉頭からも攻めれなさそうな
局面なので、こうなってしまうとちょっとまずいですね。なのでやはりあの4四角を消しに行くこの2六角っていうのが、うん、良さそうですね。もう4四角を放置するとさっきの筋があるので、でこれ以外に防ぐ手が、まあ、9八飛車という手もあるのかもしれないですけど、まあ、9八飛をしてしまうとやはり飛車が使えてないのでやっぱり不利になりますかね。なので今どこがこう自分の急所なのかっていうのを考えた時に、まあ、対応する手をしっかり考えていけたらいいんじゃないかなと思いますね。なので開戦する前とか開戦した直後とかはどこが自分の急所かっていうのを考えながら、こう受けのことも考えながら攻めていきたいですね。中盤に関してはちょっとどこが急所なのかっていうのを、相手の急所も考えないといけないし、こちらの急所も考えないといけないっていうのがありますね。はい、じゃあ今日は次の一手終わりたいと思います。ありがとうございました。